図形の方程式、第12回三角形の外接円の方程式域3点を通る円サイン、コサインも使ってみる今回の課題三角形の書きにくい3点の並びですがこの3点が一直線には並んでいないことは見た目に頼らなくても2点 AB 間の傾きと bc 間の傾きが異なることからも客観的に確認できますさて三角形には外接円が一つだけ必ず存在しますつまり一直線上にない3点を通る円が必ず一つだけ存在するということですその円の中心はその三角形の外心というのでしたね三角形の外接円というと 各辺のの垂直二等分線交点だとかあるいは三角比の正弦定理を思い起こす人もいるかもしれませんがここではまずダイレクトに外接円の方程式を求める方法でいくことにしますその後で各辺の垂直二等分線を利用した解法を示しますまた予言定理と正弦定理を併用して半径を求めるところもやります時間と意欲があったら 最後まで視聴してください。前置きが長くなりました。円の方程式をどう求めるかを考えましょう。中心の座標と半径を文字にして。と置いて3点の座標を x と y に代入すれば a、b、r の三元連立方程式になります。未知数の数と方程式の数が合っていますから解けそうです。 しかし、これらの方程式は、すべて、A、B、R の2乗が入ってきます。例えば、サンプルとして、C の座標を代入したものは、こんな感じです。こんなのを3本並べて、皆さんは、どう解きますかで、円の方程式には、もう一つの形がありました。一般形です。L、M、N の、やはり3弦ですが、どれも、 二乗のない一次方程式なので、先ほどのより圧倒的に簡単そうです。このように、中心や半径のわからない円の場合は、一般形で求めるという方針でいくのが普通です。それでは、次のボードで回答です。まず自分でやってみる場合は、ここで一時停止してください。 ででは、回答です。一般形の式を置いて各点の座標を代入しますこの連立方程式をどう解くかは人それぞれでしょう二と三で m を消去して一とで l と n の二元連立にするもいいですが。 この方程式の特徴は n の係数がすべて1ということですから引くだけで n が消せるというところに着目して私はこうしますで一般形がこうなります中心と半径を出すには 平方完成します。と、こうなります。この後は、補足的回答です。時間と意欲のある人は、このまま続けるといいでしょう。円の方程式を使わずに、外接円の中心、つまり外心と半径を求めます。 はじめの方でも言いましたが、三角形の外心は各辺の垂直二等分線の交点です。3本の直線が1点で交わるってやつです。しかし、今は2本あればいいですね。ここでは、辺 AB と辺 BC の垂直二等分線を使うことにします。では、すぐに回答を始めます。 まず辺 AB の中点と傾きを出して辺 BC についても Y 切片5が見えていますからすぐに1と2より半径は A との距離でピタゴラスの定理より いかがですか直線忘れていませんでしたか最後に次のボードで三角比の利用です必要な公式を書いておきました覚えてますか右の図は記号の説明のためのものです特に三角形の頂点の大文字と 辺の小文字の位置関係は、こういう約束になっています。公式そのものの説明はここでは省略ですではまず3辺の長さを2乗のまんま求めておきます予言定理により cosa を求めます c o s ンから sin を求めるときは平方根が必要ですから 符号を確認します角 A は三角形の内角なのでこの範囲よってサイン A はプラスですそして制限定理によって最後の半分数の処理も大丈夫ですかこれでこの授業は終わります。